はい、今日の、奥美濃のね、岐阜県奥美濃のスキー場の、雪質ですね。雪質はもう多分ね、今鷲ヶ岳におるんだけど、多分ね、一緒だと思うんですよ。新しい雪を踏み固めた雪っていう感じだからね、片栗粉みたいな雪なんですよ。駅でさ、ギュッギュッギュッて、なんていうの、片栗粉みたい、片栗、これ分かります？片栗粉っぽい、エッジでさ、ギュッギュッてやるとさ、ブイブイブイってなるんですよ。要は硬くて、硬いけどアイスバーンじゃないみたいな、だからその新雪をみんなが踏み固めて圧縮して気温が低いみたいな、だからカービングもしやすいし、初心者でも滑れるという感じの雪質ですね。多分もう多分ね、岐阜県奥美濃全体そうですよ。で今あられが降ってるんで、まああられは、まああられは、あ、晴れと晴れてきたな。あ、今日が、1月22日、日曜日、朝の9時10分くらいかな。はい。昨日ね、オールナイト滑ってたんですけど、昨日っていうかさっきまでね、硬いですよ。で、アイスバーンじゃないけど、ケツポットはね、まあ、いる人はいるわ。ケツが痛がりの人は、やった方がいいですね。いいね、鷲ヶ岳、このエアのシュッシュシュがさ、あるで、ね、高砂ダイナもないからね。はい、ということでした。今日は、高砂で寝て、昼間寝て、今日は夜ダイナね、滑ろうかなと思います。だって固めですよ。全体的にそうだと思う。パウダーを踏み固めて気温が低い、超低いみたいな。でも氷はないみたいな、そんな感じですね。はい。はい、じゃあです。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ。